天地万物の作り主なる神様、あなたをお父様と呼べることを感謝いたします。あなたに礼拝を捧げるためにここに集ってまいりました。またあなたの御言葉に慰められたいと思います。神様、あなたがお語りくださいますように、この礼拝を受け取ってください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは最初に聖書朗読をいたします。本日与えられた聖句は使徒行伝11章の22節から26節になります。口語訳聖書では新約の200ページ、新共同訳聖書では236ページになります。それではお読みいたします。この噂がエルサレムにある教会に伝わってきたので、教会はバルナバをアンテオケに使わした。彼はそこについて神の恵みを見て喜び、主に対する信仰が揺るがない心で持ち続けるようにとみんなのものを励ました。彼は聖霊と信仰とに満ちた立派な人であったからである。こうして主に加わる人々が大勢になった。そこでバルナバはサウロを探しにタルソへ出かけて行き、彼を見つけた上、アンテオケに連れて帰った。二人は丸一年、ともどもに教会で集まりをし、大勢の人々を教えた。このアンテオケで初めて弟子たちがクリスチャンと呼ばれるようになった。アーメン。開会の賛美歌68番を立って賛美いたしましょう。Thank you.
それではひざまずける方はひざまずいて、難しい方はお座りになったままでお祈りにご参加ください。天におられます父なる神様、このように第7日目の安息日に会堂に集めてくださり礼拝ができますことを感謝申し上げます。どうぞ私たちの1週間の罪を許し清めてくださり、今あなたの御前にふさわしいものとさせてください。そして私たちの信仰を強め、約束の聖霊を注いでくださり、この礼拝をあなたがご支配くださいますようにお願いいたします。御言葉を取り継いでくださる永田先生をお支えください。聞く私たちの心を開き、あなたの御言葉に耳を傾けることができますようにお導きください。病に苦しんでおられる方、また災害の被害に遭われておられる方々を覚えます。どうぞ今日もあなたが癒しの御手、また援助をお与えくださいますようにお願いいたします。また病院で働いておられるスタッフの働きのことも覚えます。どうぞこの働きを通しあなたの栄光を表すことができますようにどうぞ支えください。これからの礼拝をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。捧げ物を持って神様を礼拝したいと思います。私たちが神様から受けた恵み、祝福の感謝として捧げたいと思います。捧げられた献金は教会日本伝道世界伝道のために用いられます。11諸献金をご用意の方もご一緒にお捧げください。またホームページより献金を捧げることもできますので、そちらをご利用ください。お祈りをいたしますが、お祈りの後に主の祈りを捧げしたいと思います。それではお祈りいたします。天におられます父なる神様、いつも私たちを愛し支えてくださいますことを感謝いたします。今日私たちに与えられているものの中からあなたの御用のために献金をいたします。どうぞ捧げます一人一人の上にあなたからの約束の祝福が豊かにございますように、そしてこの献金をあなたの御用のために用いてください。感謝して愛するイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。天にまします我らの父よ、願わくば御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなり。アーメン。
本日の説教は永田秀子先生によりまして、バルナバとサウロという題でメッセージがございます。その前に聖歌隊による検証がございます。御言葉をお読みします。この噂がエルサレムにある教会に伝わってきたので、教会はバルナバをアンテオ家に使わした。彼はそこについて神の恵みを見て喜び、主に対する信仰を揺るがない心で持ち続けるようにとみんなのものを励ました。彼は聖霊と信仰とに満ちた立派な人であったからである。こうして主に加わる人々が大勢になった。そこでバルナバはサウロを探しにタルソへ出かけていき、彼を見つけた上アンテオ家に連れて帰った。二人は丸一年ともどもに教会で集まりをし、大勢の人々を教えた。このアンテオ家で初めて弟子たちがクリスチャンと呼ばれるようになった。聖書の中で私が最も関心を持つ人の一人、バルナバについて今日は考えたいと思います。神のご支配の中で用いられるということの幸いをご一緒に考えたいと思います。バルナバ、皆さんもよくご存知だと思います。聖書の中で慰めのこと呼ばれていると、ニックネームですけれどそのように呼ばれていたと言われています。このバル
というのは息子、これはご存知の方も多いと思います。ナバーというのは慰めという意味ではなくて、物を言うとか勧告するという意味らしいです。それが慰めの子と呼ばれるようになったのは本当に面白いなと思いましたが、彼の語り口、彼の語り方、彼の態度、そういうものが慰めに満ちていたのかもしれません。使徒行伝 4章の36節からは、クプロ生まれのレビ人で人たちにバルナバ、慰めの子との意を呼ばれていたヨセフは、自分の所有する畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いたと記されています。彼は自分のものを前に差し出すことのできる人であったようであります。まずバルナバはサウロという、後のパウロですけれど、大きな影響を与えた人としてご存知だと思いますけれど、このサウロについて少し考えてみたいと思います。伝統的なユダヤ人の中のユダヤ人として、彼は異端と思ったイエスの弟子たちを迫害していましたが、イエスに出会い、そして180度方向転換をして、そしてこのイエスを述べ伝える人に変わっていったわけでありますが、彼が初めからその伝道者になれたわけではありません。サウロはこれまで受けていた教育とイエスの教育が全く違うものであったからです。サウロが受けた教育はエリート中心の特権階級への教育でした。ユダヤの伝統的な学者による講義で、巻物を開いた講義でありました。一方イエスの教育は庶民、一般の人々を対象にした共に生きるという教育でした。野の花や空の鳥、また農夫の生活、そういうものに焦点を当て、またイエス様ご自身の言動や振る舞いや、そういうものから神様を知っていく、そういう教育の在り方でした。サウロはイエスの教育をされる必要がありました。サウロはまず改心の後、エルサレムの弟子たちのところに来るまで3年の月日が流れたと書かれています。この大きな変化をして、そして全く反対のことをすることになった彼のこの3年間の経験は想像もつきません。どんな経験だったのでしょうか。彼が改心したのはダマスコへ行く途中でありました。そこからしばらくアラビアで過ごして、そしてダマスコに戻って、それからエルサレムへ行く、その間に3年経ったと言われています。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に加わろうと努めたが、みんなの者は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼の世話をして使徒たちのところへ連れて行き、途中で主が彼に現れて語りかけたことや、彼がダマスコでイエスの名で大胆に述べ伝えた次第を彼らに説明して聞かせた。多分エルサレムに着くまでサウロは一人きりだったと思います。何人かとは出会ったかと思いますが、彼のことを完全に信じてくれる人に最初のアナニア以外には会っていなかったのかと思います。そこでバルナバは彼の世話をしてと書いてあります。このサウロのことを信じて引き受けてくれたのがバルナバでありました。そして彼を弟子たちのところへ、使徒たちのところへ連れて行ったと記されています。バルナバはレビ人と書いてあります。クプロ出身のレビ人、
レビ人は代々神殿の働きの手伝いをする仕事をしておりましたし、また聖書の言葉を書き写してそれを記録していく、起こったことを記録していく、そういう役割も持っておりましたから、彼は旧約聖書に非常に精通していた人ではないかと思います。一部の本によると、彼はもしかしたらエルサレムでガマリエルの弟子としてサウロと一緒に学んでいたのではないかという説もあります。もしかしたら以前からサウロを知っていたのかもしれません。まさにユダヤ教の中のど真ん中にいた人かもしれません。だとすると、イエスを信じるようになってこの仲間に入ることはバルナバにとってももしかしたら大変な経験だったのかもしれません。今この弟子たちとの生活の中である程度の信頼を得たバルナバがサウロのことを紹介するのはとてもふさわしい役割ではなかったかと思います。バルナバがもしかしてそういうふうなセンセーショナルな改心を経験したのでしたら、先ほどの使徒行伝の4章にあったように、自分の持ち物を全部売り払ってこの伝道のために差し出したというのも納得がいけるかもしれません。サウロの立場をよく理解し、またそれを説明し説得することのできた人でありました。それ以来彼は人たちの仲間に加わり、エルサレムに入りし、主の名によって大胆に語りと語られています。イエスの教育を受け始めたサウロは、ここでエルサレムで人たちと共に過ごす時間が与えられました。ここでパウロの書簡の中にある時間の流れと使徒行伝の時間の流れで少し違いがあるので、どちらの方を取るのかと思いましたけれど、この時にパウロはエルサレムにいたのは15日間だと書かれています。でも密度の濃い時間ではなかったかと思います。サウロはユダヤの教育を受けておりまして、ユダヤの中ではエリート中のエリートでしたから、エルサレムにいるユダヤ人に対して語りかけるのにはふさわしいと自分では思ったと思います。しかし彼は聖書の中で皆も気づいているかもしれませんけれど、非常に激しい人でありましたし、理路整然と熱っぽく語ることで真っ向からユダヤ人とぶつかったのではないかと思います。彼は生粋のユダヤ人でありました。学者らしく論破する、そういう方法でユダヤ人とぶつかりましたから、エルサレムにいるキリストを信じる人々は彼の存在がもしかしたら少し難しいかなと思ったかもしれません。エルサレムの中でユダヤ人とこれ以上の衝突を確執を作るのは良策でないと思ったのか、またサウロの身が危ないと感じてサウロをエルサレムから故郷のタルソへ返すことになりました。これはサウロにとっては挫折ではなかったでしょうか。このタルソに帰っての時間は決して短い時間ではなく、かなりの時間が流れたということが聖書を読むと分かります。一方、ステパノの殉教後に散らされた弟子たちはあちこちに行き、そして地図にあるようにアンティオケやクプロ、いろんなところに弟子たちが散っていきました。
でもそこで聖書が語っているのはユダヤ人だけに語ったと語られています。その後に一部の人たちが、クプロ人やクレネ人がアンティオケでギリシャ人にもイエスを伝えたというのが使徒行伝11章に記されています。本当に当時のイエスを信じるようになった人々の中にも、やはりユダヤという高い壁があったのだと思います。彼らにとって異邦人は眼中になかったのです。彼らはユダヤ人たちに伝えるために出かけていって、その中でクプロから来た人、クレネから来た人たちがギリシャ人にも伝え始めたと書かれているのです。これは大きな変化だったと思います。それがアンティオケで行われました。簡単にエルサレムからアンティオケといっても500キロの先であります。ここを行ったり来たりしていたことが使徒行伝に出ていますけど、500キロというと東京から、神戸の先岡山ぐらいでしょうか。かなりの距離、北に行くと青森の方まで、岩手の方までの距離だと聞いています。この噂がエルサレムにある教会に伝わってきたので、教会はバルナバをアンティオケに遣わした。彼はそこについて神の恵みを見て喜び、主に対する信仰を揺るがない心で持ち続けるようにとみんなのものを励ました。彼は聖霊と信仰とに満ちた立派な人であったからである。こうして主に加わる人々が大勢になった。アンティオケの教会はいわば信徒のみの教会でした。伝道集会でどんどん集まってきた人々が詰めかけていた、そして大きくなった集まりであったように思います。クプロとギリシャのクレネの信者と書かれていますから、あの聖霊降下、ペンテコステの聖霊降下の時にあの場にいたのがそういう人々であったと思います。感動した彼らがその地方に行き、その感動のままに語った伝道集会は非常に熱気を帯びていたかと思います。そこで人々が集まっていたのです。この状態を知ったエルサレムの教会はこの集会を一つの教会として成長させる必要を感じて、バルナバをアンティオケに遣わしたと記されています。バルナバはそういう人だったのだと思います。人々を教育し、また組織を作る力のあった人だったのだと思います。彼はある意味でこのワイワイと集まっている民衆の中に立って、静まれという人ではなく、彼らに寄り添って彼らの話を聞き、彼らに慰める言葉を伝えることのできた、持ち続けるように主に対する信仰を揺るがない心で持ち続けるようにと彼らを励ましたと書いてあります。そこに初めからガンと強い人が行かなかったということも一つの神様のご計画だったのかと思います。ここにいた人たちは異邦人であります。ユダヤの伝統の中で語られてきた救い主のこともなんとなく知っていても、ユダヤの預言のことをほとんど知らない人たちにが、ただイエス・キリストという人に感動して集まっていたわけであります。慰めの子と呼ばれたバルナバの伝え方があったのかと思います。一文で彼は聖霊と信仰とに満ちた立派な人であったと書かれていますけれど、
ものすごいことだったのではないかと思います。そこでバルナバはサウルを探しにタルソへ出かけて行き、彼を見つけた上アンティオケに連れて帰ったと記されています。アンティオケとタルソは愛友関係、位置関係だと言われています。バルナバはタルソに帰っていたあのサウルを迎えに行き、探しに行き、迎えに行って、そして連れて帰った。簡単な言葉ですけれど大変なことだったのだと思います。電話もインターネットもないところでサウルを探したのでした。二人は丸一年ともどもに教会で集まりをし、大勢の人々を教えた。このアンティオケで初めて弟子たちがクリスチャンと呼ばれるようになった。1年間ですね、彼らはこのグループに聖書の言葉を教えました。体験の感動の中にあった彼らに聖書の言葉を教えたのでした。バルナバはサウルが最もふさわしいと考えたのだと思います。ユダヤのエリート中のエリート、ユダヤの預言に関して最もしっかりと語れる人だと彼は考えたのだと思います。バルナバがふと考えていったのかではないかと思います。神様の導きによりサウロがそこに加えられていったわけであります。この1年の経験でサウロは異邦人という人たちとの出会いをします。ユダヤの高い壁の中にいて、その中に私たちが想像もできないぐらい高い壁の中にいた彼らが、壁の外にいるユダヤ人でない異邦人に真理を伝えるということ、サウルはこの1年間でその経験をしていき、またその喜びを経験していったはずです。何も知らない異邦人たちがサウルが語るユダヤの歴史、神様がイスラエルの民を用いて保ってきた神様の知識をサウルは語ったのでした。アンティオケの人たちはこの経験が必要でありました。教会として成長していくために、教会として人々にイエスを述べ伝えていくためには、この旧約聖書の歴史が必要でありました。この預言の成就としての救い主イエス・キリストという意味が初めてアンティオケの人々に分かったのです。私もイエス・キリストを受け入れるこの家庭の中で聖書の学びをしたときに、はっとさせられて、多分その時がイエス・キリストを自分の救い主と初めて分かった時ではなかったかと思います。イエス様、イエス様という中で分からなかった、この神様のご計画の中にあったほふられた子羊を知った時、イエス様の意味が初めて自分の中ではっきりとしたことを覚えています。ここでアンティオケの人たちはクリスチャンと呼ばれるようになった。キリスト、キリスト、救い主、あのナザレのイエスが救い主であるということ、これに気づいたアンティオケの人たちは
キリスト、キリストと言い続け、そのためにキリストとキリストの集まりと呼ばれ、それがクリスチャンという呼ばれていったわけであります。心のマナに記しました観難から栄光へのエレン・ホワイトの言葉です。人口が多いアンテオケの町はパウロにとって素晴らしい伝道地であった。彼の学識、知恵、熱意はその文化都市の住民やそこをたびたび訪れる者たちに力強い感化を及ぼした。彼はバルナバが必要としていた通りの助けとなった。1年間この2人の弟子は力を合わせて忠実に伝道し、多くの人々に世の贖い主ナザレのイエスのことを伝え、救いの知識をもたらした。サウロはアンティオケで今度は他の教師たち、また預言者とも出会いました。そこにはニゲルと呼ばれるシメオン、そしてクレネの人、そしてヘロデ王の家族もいました。このニゲルというシメオンは十字架のイエス・キリストの十字架を担がされたクレネ人シモンではないかと言われています。こういう人々の共に生き、サウロはイエスの教育をまた受けていきます。聖霊がさあバルナバとサウロとを私のために性別して彼らに授けておいた仕事に当たらせなさいと告げた。そこで一同は断食と祈りとをして手を二人の上に置いた後出発させた。二人は聖霊に送り出されてセルキアに下り、そこから船でクプロに渡った。アンテオケからクプロ、キプロス、つまりバルナバの故郷へ移ったわけです。パウロの第一次伝道旅行です。パウロの伝道旅行と言われていますけれど、ここでどうでしょうか。パウロが主導権を持っていたのでしょうか。この度はバルナバとサウロと呼ばれています。バルナバがサウロを連れて伝道旅行に行ったのでした。神の命令によってサウロはこの異邦人に伝える1年間の訓練の後にこの小アジアに向かっていくわけですけれど、私たちはサウロが主導権を持っていた旅として考えがちですけれど、この旅の始まりはバルナバであったのだと思います。まだ異邦人伝道を始めたばかりのサウロはバルナバの指導のもとにこの旅を始めたのでした。彼らはまずセリキアからクプロ、つまりキプロスへ向かいました。これがバルナバの故郷であります。彼のホームグラウンドです。この旅は完全にバルナバ主導であったと思います。サウロの再教育はバルナバと生きること、バルナバと旅をすることの中でまた行われました。慰めの子である彼の包容力のある伝道を横で見ていたでしょう。バルナバは人々と共にいてイエスを伝えたはずです。聖書ではこの辺りまではずっとバルナバとサウロと記されています。彼らはクプロから次のところに行ったときにこのような出来事がありました。この時はもうすでにパウロと呼ばれていたわけですけれど、ごめんなさい、パウロとその一行は律法と預言書の
朗読があった後、街道司たちが彼らのところに人を使わして、兄弟たちよ、もしあなた方のうちどなたかこの人々に何か奨励の言葉がありましたら、どうぞお話しくださいと言わせた。そこでパウロが立ち上がり、手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を敬う方々よ、お聞きください。私はこの場面が何度も何度も読みながら、とても興味深い場所だなと思いました。この街道司が来て、街道司が人々をよこしてですね、あなた方のうちどなたかと言われたのです。バルナバとサウロにどなたかと言われたときに、パウロが立ち上がって話した。私はこの時のバルナバの姿を目に浮かぶようなのです。あなたが話しなさい、あなたが立ちなさいと後ろから肩を背中を押したのではないかと思います。どなたかかと言われたときに、バルナバとサウロの中で、パウロが立ち上がって手を振りながら言ったわけです。この時のバルナバの様子を考えると、本当に温かい気持ちになります。ここでパウロの有名な説教が始まります。力強い説教でした。そしてこの時からパウロとバルナバと呼ばれるようになります。聖書の記述は非常に面白いと思います。この時の説教はユダヤの歴史と神の約束を振り返り、まさにその約束の成就であるイエスについてパウロは力強く語りました。そして次の週も来てくれと頼まれました。それでも拒むユダヤ人たちがいました。この時にこの二人の伝道は完全に異邦人へ向けられるようになったと言われています。バルナバのパウロに対して果たした役割を少し振り返ってみたいと思います。はじめに彼の世話をして連れて行き、説明して聞かせた。世話をして受け入れて信じて、そして彼の仲介をし弁護をしました。そしてアンティオケに派遣されたバルナバがサウロをこの働きへと自ら出かけて探しに行きました。しかしバルナバの信仰や知恵や配慮がパウロを異邦人伝道へと導いたのでしょうか。神のご計画であったことは私たちは皆知っています。これはパウロがサウロがイエス・キリストに出会ったあのダマスコへの途上で出会ったあのその直後にアナニアに主が語ったパウロの将来です。さあ行きなさい、あの人は異邦人たち王たちまたイスラエルの子らにも私の名を伝える器として私が選んだものである。私の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせよう。アナニアはこれをパウロに伝えたはずです。そしてパウロ自身もあの場面でイエスに言われます。私はこの国民と異邦人との中からあなたを救い出し改めて彼らに使わすが、彼らが性別された人々に加わるためである。サウロは明らかにアナニアからも主ご自身からも異邦人をユダヤ人じゃない人々を性別された人々に加わらせるという働きを命令を受けていました。そして最初にエルサレムに行った時のことをパウロは後で振り返っています。主は言われた、急いですぐにエルサレムを出て行きなさい。
私についてのあなたの証を人々が受けれないから。先ほども言いましたように、サウルは自分はエルサレムで伝道する方が効果的だと考えていました。自分の昔の仲間たちがいる、自分がどんなに賢いかを知っている、自分の知恵も知っている、この私が言ってるんだから他のユダヤ人たちも聞くはずだと彼は思ったかもしれません。でも神様は出て行きなさいという命令をしました。すると主が私に言われた、行きなさい、私があなたを遠く異邦の民へ使わすのだ。これもはっきりとした命令です。これほどはっきりと命じられていたのでした。神のご計画は一貫していました。そして使徒行伝のパウロの最後の言葉、神のこの救いの言葉は異邦人に送られたのだ、彼らはこれに聞き従うであろう。パウロはこの使徒行伝の最後の言葉で、この彼のにとっては壁の外側にいた異邦人に伝えること、これが私の使命であり、この言葉は伝えられなければならない、そして人々は聞き従うであろうと彼は宣言しました。その結果がここにいる私たちです。異邦人である私たちはこうしてイエスのことを知ることができました。もちろん彼ができなくても神様は誰かを用いることができるはずですが、神の命令に従い、神の言葉に聞き従って歩んだバルナバとサウロの働きは今の私たちにとってとても大切な働きだったわけです。パウロは慰めという言葉を多く用いる人であります。それはいつも患難と合わせて使われています。コリント人への第二の手紙に、神はいかなる患難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、また私たち自身も神に慰めていただく、その慰めをもってあらゆる患難の中にある人々を慰めることができるようにしてくださるのである。非常にちょっと複雑な言い方ですけれど、パウロにとってですね、慰めと患難はセットであります。バルナバのナバという意味は慰めという意味ではなくて、勧告、ものを言うという言葉だと先ほどご紹介しましたけれど、慰めのことを言われたバルナバがこの語る言葉、語り方、伝え方、そのあり方、それはパウロにとっては大きな慰めであったと思います。患難を共にしたこのバルナバが彼にとっては慰めの人であったかと思います。神と共に生きる人には患難がつきものです。だからこそこの患難の中に特別な神の慰めを私たちは経験します。この難しさがあるゆえに、そこにある慰めを私たちは求めますし、そこに慰めがあることを知るのです。慰めというのは困難や苦難を避けることではなくて、むしろ勇気を与えて困難を困難に立ち向かわせる力だとパウロは言っています。まさにアナニアに語られた最初の言葉、サウロにこれから起こること、私の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせよう、この言葉から始まりました。パウロにとっては患難こそが使徒の証であったと思います。患難だらけの彼の人生で共に救いの方向を見上げることができるバルナバはまさに
慰めでした。ですからパウロにとって患難は同時に慰めでありました。私たちが患難に遭うなら、それはあなた方のための慰めと救いとのためであり、慰めを受けるならそれはあなた方の慰めのためであって、その慰めを私たちが受けているのと同じ苦難に耐えさせる力となるのである。改めてこの言葉が意味が深まるような気がいたします。だからあなた方に対して抱いている私たちの望みは動くことがない。あなた方は私たちと共に苦難に預かっているように、慰めにも共に預かっていることを知るからである。これはコミュニティを形成するものであります。共にあること、仲間を形成する、慰めという言葉はそういう言葉であると思います。私たちは一人で生きているのではありません。私はただ神様を信じているからそれでいいというのではなくて、私たちは共に同じ神様を見上げて、この苦難の中で、また困難の中で光を、希望を見上げることができる仲間であります。教会はその意味でとても大切な集まりであります。こうして毎週礼拝を捧げて、私たちはまだ自分の手の中にない神の御国を思い、そこに心を馳せることができるのです。バルナバは神のご計画のために用いられました。そしてそれが彼への祝福でありました。バルナバは人を育てる能力を持っていました。人を信じる特質を持っていました。いわゆるメンターであったと思います。いつの間にかパウロとバルナバと呼ばれるようになったこの力関係をバルナバはよく分かっていたと思います。この影響力の違いを彼はよく分かっていたと思います。でもこれは神のご計画の中で良しとされること、バルナバはそれを喜んでいたと思います。またこの1回目の伝道旅行で抜けていったマルコという人をパウロは2回目の伝道旅行で連れて行かないと言いましたが、まあ、バルナバのいとこでありますけれど、でもバルナバはこのマルコを受け入れて、また彼を自分の旅行に連れて行きます。この失敗した、挫折したこの青年をバルナバはまた拾い上げて、彼を信じて連れて行くのです。そしてこのマルコは後にあの重要なマルコによる福音書を書いた、そこに至るわけであります。バルナバはいつも影にあって人々を信じ育てていった人であります。使徒行伝の11章に今日の聖句の中にあります、神の恵みを見て喜び、主に対する信仰を揺るがない心で持ち続けるようにとみんなのものを励ました。彼は聖霊と信仰とに満ちた立派な人であった。この意味をかみしめたいと思います。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその主体である。みんなが使徒だろうか、みんなが預言者だろうか、みんなが教師だろうか、みんなが力ある技を行うものだろうか。ある人は人と交わる力があります、能力があります。ある人は語る能力があります。ある人はもてなす能力があります。ある人は教える能力、ある人は解き伏せる能力、またある人は事務作業に長けています。ある人は祈りでこの働きを支えます。ディサイプルセミナーが昨年から行われていますけれど、この中で私たちは賜物発見というものをしました。その中で自分にこのような能力を、このような特質があるということを
発見することができました。これも時々私たちがこの教会の中でいろんな役割を果たしていく中で大切なきっかけではないかと思います。神のご計画のために今日用いられます。私たちは今日それぞれいる場所で用いられるのです。それが私たちへの祝福となります。困難な時代に生きています。教会の伝道活動もまたいろんな仕事のことも困難なことがたくさんありますけれど、その中で神が持っておられる計画に用いられるという願いを持ちながら今日一日を始めるときに、神はそのように私たちを用いてくださいます。困難の中で希望や未来を見ながら、また御国を見上げながら歩くときに、私たちは誰かの慰めとなることができます。バルナバのようにひたすら聖霊に頼り信じる人、そういう人でありたいと思います。神のご計画は何でしょうか。ヨハネによる福音書にははっきりと記されています。私の父の御心はこう見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのである。そして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。イエスが語った父なる神の御心であります。ことごとくと御言葉には書かれています。ことごとく、すべての人を救うこと、すべての人が永遠の命を得ることが神様のご計画です。私たちがどこかで区別をしていないでしょうか。ことごとくという意味を考えながら今日神様のこのご計画の中に用いられていきたいと思います。恵まれました礼拝を感謝し、閉会賛美歌222番を賛美いたしましょう。
愛する神様、あなたの慰めを語れる人にしてください。あなたの御国が来ますように、どうぞ私たちを用いてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。 アーメン。